スチアアンナは日本の女性ファッションモデル、歌手、女優、東京都生まれ、血液型は A 型、身長168センチメートル、体重48キログラム、東京都渋谷区在住、所属事務所はバックステージマネジメント、所属レコード会社はマットプレイレコーズ、タレントとしてテレビ等に出演するほか、モデル、女優、歌手としても活動している。 土屋は自身の職業について仕事の優先順位は音楽が80%、モデルが20%、職業はモデル、好きなのが歌手、女優も好きだけど待ち時間がすごく長くてとしている。私生活では3度の結婚歴があり、4児の母親である。日本人の母親とアイルランド人の血も引く、ポーランド系アメリカ人の父親を持つ日米のハーフ。 出生当時の本名はアンナ・マリー・ハイダー。母親の土山由美は現在土屋が所属する芸能事務所モデリングオフィスアマの代表を務めている。父親は幼少時に家を出たが土屋は小学生時代にはそのことを隠していた。友達には父親の自慢話をしていたもののやがてバレて嘘つき呼ばわりされたという。 このような生まれのため英語が堪能と思われることがあるが、実のところ、英語は苦手と語っている。姉が一人いて、名前はアンジェラという。モデルをしていた彼女が、モデルをやらないかと誘ったことで、土屋もモデルになった。幼少期の土屋は、フィギュアスケートやピアノを習ったりフリルのついた洋服を身につけるなど、現在のイメージとは異なり、お嬢様タイプだったという。 また、幼少期には、当時飼っていた犬の散歩のどに近所に住んでいた、山本関西の要件と互いに吠え合っていた。その頃のアンナにとっては、彼があの関西であるとは知らず、関西にとってアンナはご近所の娘さんという認識であったが、現在では仕事で互いに知り合っている。小学校くらいから音楽と絵を描くことが好きだった。音楽もただ聴くというよりは CD を爆音で、 流しながら一緒に歌うのが好きで、一日中何度も繰り返して歌っている子供だった。そしてホイットニー・ヒューストン、シンディ・ローパー、サラ・ブライトマン、ベッド・ミドラー、アレサ・フランクリンなどの洋楽のアーティストやオールディーズを聴くようになった。特にホイットニーについては、私が歌をやるきっかけとなった人で、彼女に出会ってなかったら今の私がいないと語った。しかし、 中学生になったばかりの頃にクイーンを聴いて、ただ綺麗に歌っている音楽はつまらない、なんだか知らないけど、パワーがある、これがロックなんだと思うようになった。それ以前にも当時流行っていたリンプビズキットなどのロックを聴いたことはあったが、クイーンを聴いて本物のロックを知った気がした。そこからいろんなロックバンドを聴くようになり、ボンジョビ、ハノイロックス、エアロスミス、 バンズローゼスなどを経て、やがてニルバーナやホールのコートニーラブに行き着いた。激しいがなぜか、美しさも感じる音楽を好きになったことで、音楽をやるのなら、自分も人間的に綺麗なだけじゃなく、汚れた部分もあるのだから、そういう部分をちゃんと出して、人間臭くロックをやりたいと思うようになった。歌手活動を始めたきっかけは、ギタリストの数が彼女に声をかけたこと。 中学、高校時代にバンドをやろうと思ったこともあったが、その年代のバンドは下手くそなので、聖歌隊で歌っている方がマシだと思ってやらなかった。しかし、数に歌ってみないかと誘われたことでやる気になり、彼と打ち込み系のロックバンド、スピンアクアを結成。しかし、妊娠したことが原因で、事務所から音楽を止めるように言われ、バンドは解散することになった。その後、 何度も事務所に掛け合って、ソロとして音楽活動を再開することになった。ありがとうございます。